植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はネモフィラの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。澄んだブルーの愛らしい小花は春の花壇やコンテナの寄せ植えなどにおすすめのネモフィラ。細かく枝分かれしながらこんもりと成長するので鉢やコンテナからあふれるように咲かせると見事です。種からでも育てることができますが、ガーデニング初心者の方には苗からの栽培がおすすめです。それではよくある質問の一つ目です。種まきや植え付けに関して教えてください。種まきは9月から11月の秋に行います。ただし寒冷地であれば3月から4月の春にまいても構いません。土は厚く覆いすぎないように注意します。気温が15度から20度であれば10日ほどで発芽します。種は小さいため上から水をあげると流れてしまうことがあります。ポットの下に受け皿を敷いて水を入れ、そこから吸水させるのがおすすめです。苗から育てる場合は葉が色あせておらず茎が短く太いものを選ぶのがおすすめです。育ちすぎた苗を植え付けるよりはできるだけ若い苗を植え付けた方が開花期間が長くなります。深植えしすぎると過湿状態になりやすくなるため土を掘りすぎないよう気をつけて植えましょう。続いて2つ目のよくある質問です。水やりや肥料の与え方に関して教えてください。ネモフィラは過湿を嫌います。特に地植えの場合、根が活着したら定期的に水を与えなくても構いません。何日も雨が降らず乾燥した時に水やりをしましょう。鉢植えの場合は土の表面が乾いたらたっぷり水を与えます。また長期間の雨が苦手です。梅雨の時期は雨の当たらない場所へ移動してあげましょう。肥料の与えすぎは徒長して葉が茂りすぎてしまいます。追肥には肥料効果がゆっくり長く効く緩効性肥料がおすすめです。ばらまくだけで肥料効果が2ヶ月から3ヶ月持続するプランティア、花と野菜と果実の肥料がおすすめです。3つ目のよくある質問です。その他ネモフィラを育てる注意点を教えてください。ネモフィラは1株に次々と花を咲かせます。花がら摘みをこまめに行えばより長く花を楽しめるでしょう。また枯れて落ちた葉や周辺の雑草の除去も定期的に行いましょう。そのままにしておくと日当たりや風通しなどが悪くなり成長に影響が出てしまいます。春になるとアブラムシが発生することがあります。もし苗についているのを発見したらすぐに肥料と殺虫剤が一つになったハイポネックス原液殺虫剤入りで防除しましょう。最後にネモフィラの育て方の基本情報です。用土は水はけが良い土を選びましょう。置き場所は多少の日陰でも育ちますが、風通しが良く日当たりの良いところへ置くとより花つきが良くなります。病害虫はアブラムシの他に灰色カビ病に注意してください。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。